平野紫仕様、下ネタ解禁。ファンの反応と彼の率直な姿勢。元キングピンス以下、キンプリのメンバーである平野仕様が、10月9日にインスタグラムのストーリーズで、ファンから寄せられた質問に率直に回答したことが話題となっています。ジャニーズ時代には NG だったという下ネタについての彼の発言は、ファンの間で賛否が分かれる一方、 彼の自然体な姿勢を称える声も広がっています。平野紫耀の率直な回答にファンからの反応。平野紫耀は2023年7月にインスタグラムアカウントを開設して以来、ファンから寄せられる質問に積極的に答えており、その中にはいくつかの興味深い質問も含まれていました。その中の一つが、お胸かお尻どちらが好き というもので平野はこういうのって答えていいのう一応ありますけど M、なんかショック受ける方もいそうだけど、人間ですからあるよ M、とファンの質問に気遣いを見せながらも率直に回答しました。その後、ファンから、てことは、胸大好きや、んとのコメントが寄せられると、平野は、正直に言うと、マジでどっちも好き。 ねもうマまじやばいから俺インスタで何一点のショーと返答しファンを驚かせました。さらにファンからの質問に対してでもそういうのまで聞けてなぜか嬉しいとの声には自分たちのライブとかでしか話してないからネームなぜなら絶対カットだったからショーとジャニーズ時代に下ネタが禁じられていた背景を明かしました。ファンの賛否両論。 平野の仕様の率直な回答に対して多くのファンはその自然体な姿勢を評価し、勘弁しています。彼のジャニーズ時代における制約から解放され、自分自身を表現する自由を楽しんでいる様子がうかがえます。一方で、下ネタに対する否定的な反応を示すファンも存在し、平野が叩かれることを心配する声も聞かれました。 これに対し、平野はファンの気持ちを尊重し、俺は全然大丈夫だよ。としつつも、でもファン同士とかでいいになるのも俺は嫌だな、と述べています。本当に綺麗な質問ばかりしか答えないのもサイボーグみたいでなんか、いや、と主張する平野は自分自身をありのままにファンに見せたいと考えておりファンからの期待に応えようとしています。 これは、ジャニーズアイドルとしての制約から解放され、自分自身を表現しようとする彼の新たな姿勢を示しています。平野潮の発言とファンの反応。平野潮は、以前にも自身の発言で注目を浴びたことがあります。5月18日に放送された、ぐるぐるナインィナインでは、口に食べ物をいっぱい詰め込みながら、 苦しそうに食べるのが好きと告白し、その理由を生きてるなという感覚がするからだと説明しました。この発言により、彼のファンからは心配の声が寄せられました。しかし、今回のインスタグラムでの率直な発言について、ネット上では、く君の考えが聞けてよかった。素晴らしい人間性、自分の発言に責任を持って、 ファンとの時間を大切に楽しむ気持ちが伝わってきて泣ける、と感激するファンも多く見られました。ジャニーズ時代の制約から解放され、自分らしさを取り戻そうとする彼の姿勢は、多くのファンにとって心温まるものとなっています。平野紫仕様の下ネタ解禁について、ファンの反応は賛否両論です。彼の率直な姿勢や、 ファンの期待に応えようとする姿勢は称賛されていますが、一部のファンからは否定的な反応も寄せられています。平野自身は、ファンの気持ちを尊重し、自分自身を表現しようとしています。ジャニーズ時代の制約から解放された平野潮は、ファンとのコミュニケーションを大切にし、自分らしさを取り戻そうとしているようです。今後もファンとの関係を大切にしながら、 彼の新しい姿勢に期待が寄せられています。